わかりました。この件必ず解決することを約束するわ。ありがとうございます。あなたのような高尚な魔女様の手にかかれば連中などね。ああいえ、私ではなくこの二人がね。え、二人で骨董堂の連中を捕まえなさいな。厄介な道具を持っているとしても私の弟子のあなたたちなら問題はないわよね。しくじったら破門よ。破門。あの時の私たちは同じことを考えていたと思います。自分が骨董堂の連中を捕らえてこいつを破門にしてみせると。